こんにちは、東北キリパン、ゆずきゆかりです。ピクセルログライクガイダーズ実況第3回、地下ダンジョンから王宮に戻るためにモンスターたち、だから、スライム、カエル、コウモリ、スケルトン、そして伝説の狙撃手なでしまヘイヘなどを始末していく RPG ゲームです。ゲームは全般的に単純な構成なので、序盤のステージはかなり簡単な方ですが、単純なのは難易度の境界が発展しているだろうもあるでしょう。前回は3回目のステージで詰まりました。今度はちゃんと言ってみます。それ前にも言ったことだけどね。前回のミスを繰り返さないように、いろんなアイテムを着実に集めてみましょう。ああ、ボスを処理するとき一つずつ出たんですが、承認がウルストーンもそんなに高くないですね。お金もどんどん貯まるから、いろいろ良くなりました。ふうん、見せての相次ぐ消耗品の箇所品に一発で使い果たすエンディングなのかな。ははあ、お金なんかまた儲ければいいんなのじゃないですか。序盤はやはり難しいことはないだろうね。もう3回目だから当たり前なのかな。初めての時もここまでは問題なかったです。おい、油断しすぎじゃないか。あいつは毎回出ますね。魔導士の攻撃も避けるコツがある。ゆっくりにちょっと。簡単そうに聞こえても HP 管理は意外と大変ですね。今はストーンを最大限たくさん集めた方がいいよ。ステッドが高くなればある程度ミスをしても収集できるし、いつまでも商店に頼るわけにはいかないから。まあ結局当たらないのが最高じゃないですか。一層集める時期。え、復活アイテムは広告を除けば有料なのに通路からもう書いてるの。なんとかなるでしょう。そして種なんかまた儲ければいいなのじゃないですか。ゲームのことがなかったのか。もちろん現金に関してはうまく解決してくださいますよね。カメラ、ちょっと。ところでテレポートをちゃんと変えたことが一度もないですね。やっぱり網たくじで選んだのが確かだよ。さあ前に進化で水道進化です。あの狙撃手たちから生き残るためにはしっかりしなければならないでしょう。少し長くかかっても慎重にプレイします。ゆっくりするほど花が生きている時間が長くなるのに。では急いで花から処理しましょうか。そうだとそうすれば5000が問題になる。ああ、さっき2箇所は先ほど始めた初心者のフリーパスするレベルだったのに。まあ、先ほど始めた初心者がたった1時間までクリアしてしまう事態を防ぐ第一対策がこの3ステージだから。全ステージのモンスターたちがここにもいるのはなかなか嫌いです。今のでこんなに何あ、もしかしてテレポートでトゲを避けることができるのではないですね。しかもカラナがすでに外に出ていったのに刺されました。上がるとき何か精神的な現象を起こすのはないだろうか。まあ、想像通みたいなものでしょうか。本当にあったら使い道はありそうですね。これから本当に HP に気をつけなければなりません。ボス戦ときに初めから瀕死状態ならいろいろ困るだろうし、その次のステージが多分今より簡単にはならないでしょうから。ところで今花が一つもないですね。おお、残りの部屋もここだったら本当に楽だったでしょうね。はあ、それでも今祝福をかなりたくさん集めたから、最大限回でまずボスから越えましょう。その後はできたチェックポイントで何とかすればいいです。キャンドルの回復量がそんなに多くはないんだけど。まあループ物もかなり古典的な素材ですよね。不思議なアイテムも多いですね。蜂の威力は現在攻撃力と同じでコストなしでダメージを2倍に上げることができが、代わりに発動する確率がそんなに高くないようだ。ふん、こういうのは普通基本ダメージが高い時に効率的ですが、今回は攻撃関連祝福を2つしか得られませんでしたね。あるものでいいのだろうかな。A few moments later. 結局なかったですよ。とにかく勝てばいいのじゃないですか。勝者がまさに正義です。そしてほとんど爬虫類を定義するとは言わないじゃないですか。したがってこの戦いの結果はすでに決まりました。砂時計も消耗品なのは知ってるんだよね。まあどうせ今度は必ず勝ちます。あいつのパターンはもう全部覚えたんですよ。何に気をつけるべきか分かった以上脅威はなくなるものです。たった今殴られて一度死んだんじゃなかったか。ゴルゴンがいくらユニークなケースでもパターンのレサンスしかないでしょう。最初に何度か経験した後は簡単に適用するしかありません。特にゴルゴンの石化攻撃を見る方向にだけ気をつければいいから、前に慌てたのが本当に面白い。ちょっとあいつもともとあんなに赤かったんですか。何かちょっとなんだあれ、レーザー、ゴルゴンが HP が一定以下に下がると体が赤くなって新しい攻撃ができるようになる。バックの反対側の接続射程もビームの範囲も痛みより広い方なので、ゴルゴンと一直線上に高めることが大事だ。自分の最大のアイデンティティさえ捨てた敵を相手にどうすればいいのでしょうか。彼は予想できなかったみたいだね。あんなことをどう予想できますか。どんな作品を探してみても頭にレーザーをつけておいたメドゥーサは見たことがないんですが。それでも進展はあるね。さっきももう少し耐えてたらクリアできそうだったのに。こうやってずっと挑戦すべきでしょう。もう本当にあいつの全てを学びました。そろそろ次のステージに行く時はなくて。何かおかしいです。こんなに滞るはずはないじゃないですか。多分裏である緊密な工作が行われているに。おい、ああ、演出担当ですね。どうしたんですか。ゴルゴン乗り越えるのが難しいなら、視聴者方のコメントがとても役に立つと思う。しかしすでにパターンと重要なことは全部わかったんですが、どう。冗談だったでしょ。まさか通路黒騎士もするのを中心部のボスができないはずはない。できないですね。わあ、私が今までどうしてあれに気づかなかったんでしょうか。基本攻撃を後ろじゃなくて横に避ければ、攻撃の空白がないのでもっと早く HP が削れるよ。そして基本攻撃に安全になるから石化に集中することができるし、最後にマップが縦に長い形なので、ビーム攻撃もそばで避けた方が合わない確率が高い。急にとても安いになるんじゃないですか。それで、床にランダムに生成される報酬を乗っとけば、ゴルゴンがそばにぴったりくっついた敵に反撃する方法が特にない。この事実をとっくに知っておくべきだったのに。ついにクリアしました。最初は強力な敵のように見えたが、結局高いだけで穴がポツポツ開いたお粗末な壁でしたね。今までそのお粗末な壁 NPC を救出するのが久しぶりですね。予測よりも早く来てくれましたね。私は王宮の預言者、あなたが来ることも予測していました。私はキャンプで待っているので、冒険中に十分な異物のかけらを集めたら私に持ってきてください。異物扱うのは預言者じゃなく考古学者ですけどね。まあ
物売りの学者もいるからこの程度はそれなりに平凡な方でしょうか。そうかも。とにかく。あ、もうファイナルですか。果たしてもう来たのかな。確かにステージ4つのゲームにしては人を怒らせるのに才能が優れているようです。それともただモンスター一つが問題なんでしょうか。下水道よりいいと思う。まあ直接見るまではわからないでしょう。それでは何か出ようとも十分な準備はできていないと思った時代が私にもありました。それだけ間違うことができません。これでも完璧ね。新しい服だよ。素敵だね。すごいだよね。あいつはいつまで出るのですか。ほとんど買ってるものか。高級は相当に危険な区間です。気難しい敵と多くのトラップ、比較的複雑なマップ構造は初めて来たプレイヤーたちを次の5分でロビーに戻すのに十分です。そして大級はモンスターの種類も様々ですが、彼らみんなが大きな脅威だから一つ一つ細かく見て危機感がこの回をスムースに送る確率を調べましょう。赤騎士は高い防御力のモンスターだ。 HP は大級基準と平凡な方が、下水道通路の騎士団長のように前方からの攻撃はダメージを与えられない。ふう、後半ステージでボスパターン持ってくるのもそれなりの感じでしょうね。もちろんボスじゃないから黒騎士団長とは違って多数が登場し、雪止まりでレクボスかもしれない。そのためしっかり集中しないとすごく危険になる。ボスよりジャコがはるかに怖くなりますが、王宮には新しいタイプのトラップもあるが、あのトゲの壁は通りすがりの対象に被害を与えるため、いつにも増して操作に気を使わせてくれる。宮殿廊下にトゲで覆われた壁がなぜ必要なんでしょうか。宮殿廊下にトゲで覆われた壁がなぜ必要ないの。そうか。次は王星騎士だよ。また騎士ですか。赤騎士とは違って完全な防御はできないが、それだけ全体的に強いステップを持っているよ。そんなに強くは見えないんですが。攻撃を一度防ぐのはスケルトンと同じだけど、HP 攻撃速度防御。王星騎士はどんなものでも受けを取らない強力なオールラウンダーだ。今モンスター説明なのですよね。特に弱点がある敵がないため、ステットがすごく高かったり、強いアイテムがあるのではなければ、いつも慎重に進行しなければならない。そして、一回剣防御を持った飛行モンスターが通ると、飛行なら王宮のコウモリポジションですか。不思議な公式ですね。地下監獄から4連続接産勤務中の魔導士さんもいる。いや、タイタスキンだけ今回まで3回だ。グールはいつだよ。グールは誰かと違ってここまで来てはなかったじゃん。こうやって見ると、確かに敵も強くなったようですが、思ったよりそんなに難しそうではないですね。最後半なので集めておいた祝福も多いですし、何よりもここには3桁ヘッドショーカウント推定の花のようなやつがいない。ちょっと。ああ、一つ忘れてたね。あれは王星魔法使いだよ。花より強力で植物ではないので動ける。頑張れ。本当にいないと期待したの。ところで、お前は同じ魔法使いなのにどうしてあんなことできないの。まず進行して、この応急がどれくらいなのかしら。魔法使いのエフェクトに集中して、発動前に魔法陣が全部埋まるから、いつ攻撃が飛んでくるか把握することが可能だよ。意外とこんなところには親切ですね。わかりました。ただ、あの記事のせいで下手に近づくのが難しそうですね。外に誘ってみましょうか。あれ、ずっと長引かせると、あの召喚石がマップを騎士と魔法使いで埋め尽くすんじゃないかな。しかしあそこにまっすぐ突撃したくはないんですが、少し待てば機会があるんじゃないでしょうか。くじりました。もうどうしましょうか。きっと警告は下の上。ああ、うん、上の道がつきました。チャンスです。おお、騎士も反対側にあるから、もう魔法使いの攻撃さえうまくこければ。もともと始めが大事なんです。進行がどんな風なのかは大まかに把握したので、細かいミスさえ気をつければ問題はない。え、ちょっと一人相手にそんなに6人で囲むなんて、そういう考え方が彼らの弱点になるでしょう。ただ君が早く飛び込んだのはない。マップが少し空間がある方なので、後ろに落ちながら喧嘩したら警察モンスターは難なく相手にできます。隅に追い込まれないことが重要です。さっきみたいにね、王星魔法使いについて知っておくべきことは、本体が死んでも魔法は問題なく発動するってことだよ。また、地下の外から攻撃する場合もあるんだ。マップが広くて近接モンスターも強くなるから、あいつらに申し分ない環境ですね。次の回に移る瞬間を除いては常に警戒していなければならない。たった一度のミスも致命的だよ。突破的に楽しい BGM に比べれば確かに愉快な時間ではないですね。トラップも多くて魔法使いに近づくのもすごく大変です。でもずっと焦ると元よりも難しくなるよ。どうして実際に歩き回る空間がマップの広さの半分にもならないようですが、魔法使いを除けば敵にも当てはまるので幸いですね。トラップなどももっと頻繁に利用してみましょう。そして攻撃と移動が同時にできないから、こうやって前で挑発することで動きをさらに縛っておくことができます。この赤記事はずれ、私たちは必要な暴力を発した。今度は結構いい予感がします。祝福もたくさん集めてるし、 HP の調子も悪くありません。出てくる敵も数が多くないですね。不思議だな。この機会を活用しましょう。あ、何回かやってみたらそろそろコツができるようです。幸いだね。いくらあいつら威力がレモブロクレルでも結局慣れてくる。うじゃうじゃした魔法使いの個体数を見ると、ここは王宮じゃなくてホグワーツだったんですね。ディスイーターたちはどこへ行った。ゆかり先輩はまたどこに行かれたんでしょうか。全部始末しました。はあ、ステージ同士の格差が出るのはそんなに悪いことだけではないけど、確かに疲れますね。もう終わりましょう。王宮ボスとは一体何が出るの。うん、あれは王子ですね。パッと見てもキャンプにいるお姫とそっくりです。あ、そういえばストーリーの目標が王宮にいるという王子を探すことでした。まあ喧嘩しなくてもいいなら私はいつでも歓迎です。さあそろそろ帰ろう。
ちょっと、ちょっと、まさかこれすでに洗脳されたとか裏切ったとか前に進む前にこれから待ってみると飛びかかる展開ではないだろう。高級ボスがプレイヤーの実力を最後にテストする最終関門です。まず戦闘を始める前に、ミニボスの白騎士団長2人を相手にしなければなりません。通路のボスのように少年無敵能力があり、一度に2人と戦わなければならないので集中した方がいいです。意思を処置したのならボスが大阪から降りて戦闘が始まります。ボスのパターンはステージにふさわしく、以前のボスより多彩で致命的です。おい、ちょっとこういうのは前に一度もなかったし。前ではボスがレーザーが出る剣で狙撃しようとし、上では爆発する剣が頭上に落ちます。その次は、ボスがマップを横切る攻撃で複数列を狙うが、ずっと動かなければならないのでプレイヤーが攻撃より回避を優先するよう誘導します。そして、体が小さいからか反応速度も他のボスより速い方です。こんなわけで、よほどステッドが高くない以上パターンを無視して突進するだけではクリアしにくいです。ランダムに照準される爆発を避け、いつもボスの周りから離れないのです。基本突き攻撃は少し横向きに回ることで簡単に対処できます。おお、運が良かったです。もっと長く引っ。高級ボスはゲーム内で唯一復活するボスです。HP も以前より多くなり、新しい攻撃でプレイヤーを圧迫してきます。分身を作って周辺の広い範囲を切ったり、積み追い込んだようでも瞬間移動で抜け出してきます。攻撃速度も速くなるから、一戦よりもますますコントロールが重要です。ゲーム中一度も出なかったが今更フェイズボスがどうしもっと頻繁に動かなければならないから、爆発剣の位置を積み追い込んでおいた方がいいです。遅くて鈍い他のモンスターたちと違って、高級ボスは一度に一つの攻撃だけを使うことがほとんどありません。したがって攻撃するときもいつでも走る準備をしておくことが重要です。反撃は生きている限り後でやってもいいから、まず生き残ることに集中しましょう。いい祝福がなかったり、またステッドが十分に高くなくても、根気を持ってずっと挑戦するなら、結局最後に疲れて倒れるのはあちらですよ。こんなのはあえて見せなくてもいいし。